東京ミラージュセッションズシャープ FE。 じゃあどうする？じゃあね。壊したい大事そうに抱えた私を全部君がこの孤独を痛みを癒やすの。街のざわめき愛想笑いの憂鬱本音なんていつかどこか見えないふりだねだって不安なんてそんな言われなくてもわかってる。壊したい大事そうに抱えた強がりなんてでも素直に
なんかイベントやってる。それにしても遅いな、トーマ。ん？翼？この調子で行こう。とりあえず取っとく。この調子で行こう。こんにちは。
いつきくん？やっぱり翼だった。今日はトーマくんと一緒じゃなかったの？トーマが遅れてるんだ。だからしばらくここで時間を潰すつもり。トーマくんね。翼？そういえば今度キリアが渋谷のど真ん中でライブやるって知ってる？すごいよね。キリア、確か翼が好きな歌手だっけ？もうずっとおすすめしてるのにどうしてうろ覚えなのかな。キリアは今や日本の女性トップアーティストだよ。いつきくんも聞こうよ。気が向いたら。約束だよ。はいはい。その生返事聞く気ないよね。いつきくんは幼馴染なんだから、もっと私のお願いを真剣に聞くべきだと思う。決めた。キリア聞かなかったらパフェをおごってもらいます。もちろん特大の。それくらいならおごるけど、そこまでキリアを布教しなくても。そんなことないよ。だって私いつきくんとキリアの話したいもん。まあキリアの話は置いといて、話を戻すと翼って大玉で何か用事？うまくごまかせたと思ったのに。いやっと新世代のアイドル発掘オーディションワンオブミレニアムに出場予定の方は受付まで集合してください。翼？新世代のアイドル発掘オーディションワンオブミレニアムも今回で最終選考。私は司会の50位テルです。私もです。次は4番織部翼ちゃん。翼？織部翼です。よろしくお願いします。なんで翼がオーディションに？え？
さっきのは一体。翼ちゃんはどんなアイドルになりたいですか？私はみんなを元気にしてあげられるアイドルになりたいです。じゃあ翼ちゃんがそう思うようになったきっかけは？皆さんも聞きたいですよね。昔ひどく塞ぎ込んでしまったことがあって、周りの人たちは私を気遣ってくれたんですけど、それがプレッシャーになってしまったというか。でも幼なじみだけはさりげなく普段と同じように私に接してくれて、それが励みになって少しずつ元気が出るようになりました。幼なじみのように誰かを元気にしてあげられるようになりたいです。ああ、ところでその塞ぎ込んでしまったのは何があったんでしょうか？それはもしかしてお姉さんと関係ありますか？翼ちゃんのお姉さんはアイドルの織部彩葉さんですよね。はい、そうです。言ってくれたけ。こんな大切な情報どうして黙ってるかな。で、どんなお姉さんだったの？明るくて歌が上手で、何より とても優しい姉でした。でも翼ちゃんのお姉さんは5年前のいわゆるこけら落とし消失事件で消えてしまったんですよね。なんか質問変じゃね。こけら落とし消失事件って昔役者とか観客が集団失踪したあれか？消えてしまった大好きな姉を思い悲しむ少女、なんという悲劇。私も涙なしでは語れません。しかしですよ、ここで問題です。翼さん、あなたの大いなる才能と引き換えに大好きなお姉さんに会えるとしたらどうしますか？実はあなたのお姉さん織部彩葉さんをこの場に呼んでいます。何が起こってる？いやー！
お前たち絶対にそいつを逃がすな。あれの頼城の最有力候補だ。翼！助けて！美月くん！一体何が起こって…この調子で行こう。助けに行かないと。翼！え？ここは一体ダイタマンなのか？急いで。え？あの人が危ない。この奥へ急いで。今の子は。いや、今は翼を探そう。今の声は。
感じじゃ。さすが戦列に戦列を重ねたよりしろ。翼ちゃんの方も時間の問題、順調だな。ねえ、翼。よこせ、力。よこせ、よこせ。翼！よこせ、力。よこせ、よこせ。うわ！俺は何をしていたんだ。ここは俺が食い止める。どうして？話は後だ。お前はあの子を助けてやれ。翼。急げ。でも翼を助けるにはどうすれば。いつきか。
ージフォーム。どうすれば。信じられん。うわっ、剣が喋った。その声、もしかしてさっきの青いお化けみたいな人。気づいたら剣になっていた。嘘だろ。気をつけて。大丈夫だ、俺がついてる。行くぞ。前を見ろ。戦い方は俺が教える。難しいかも。難しいか、一か八かで。これで、これだな。こ、怖い。落ち着いて。私がついてるわ。失敗しないといいな。やっ、いいわね。剣の人の思いが。これがカルネージ4。難しいかも。ちぎれろ。ここか。ヤリさん、私。焦らないで。やれ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 、剣の人が教えてくれるのか。一か八かで。難しいかも。よし。怖くない、怖くない。失敗しないといいな。やっ。うわっ。俺にもできる。なかなか筋がいい。せい。よし。ここは一体何なの。はあ。くっ。俺にもできる。なかなか。せい。よし。ヤリさん、私。焦らないで。やった。落ち着いて、集中して。助かった。逃がしてはくれないよな。くらえ、決まった。なんだか照れくさいな。なんとか倒せたようだな。
ることもできるみたいね。まだ状況が理解できんが、俺の名がクロムということだけは覚えている。クロムか。ありがとう。おかげで翼を助けることができた。俺はイツキ、青いイツキって言うんだ。青いイツキか。ん？こちらこそ礼を言わせてくれ。お前のうちに秘めた輝きが俺の闇を払ってくれたんだ。ありがとう。そしてよろしく、イツキ。ああ、よろしく、クロム。私はシーダ。あなたは翼という名前なの？はい、オリベ翼、18歳です。ごめんなさい翼、私のせいで怖かったわよね。それは、はい、確かに怖かったです。でもあなたがいなかったら今頃どうなってたかわからないから、ありがとうございますシーダさん。シーダでいいわ。翼は優しい子ね。それで結局クロムたちって何者？俺たちを襲ったり助けたり。待ってくれ、俺はなぜ自分がここにいるのかすらわからないんだ。シーダもですか？私も思い出そうとはしてるのだけど。そっか、どうしよう、イツキ君。それだが、できるだけ早く脱出した方がいい。あれが敵の全てだとは限らない。クロムの言う通りだ。詳しいことは生き延びてから考えよう。ありがとう。
イツキ。俺を構えろ、イツキ。せい、は。一気に片付けよう。うわあ、敵が。さ。焦るな、落ち着け。敵の動きをよく見るんだ。分かった。ここか。やっぱり怖いかも。倒して、早く倒さなきゃ。くらえ。よし、この調子で行こクロムを通して新たな戦い方が俺の中に。これがこの姿の意味だというのか。この力、受け取って、翼。いいかしら。気をつけろ。敵だ、一気に決めろ。や、ひとまずは安全か。いきなりか。自信はないけど。難しいかも。一か八かで。バッチリ合わせるからね。イカズチよ、ここか。私から行くね。いいわね。しないといいな。さあ、うんうん、一体こいつらは何なんだ。一か八かで走れ、内向。痛いのは嫌だけど。ぜい、あれ苦手なんだって。クロム、俺がお前を守る。一か八かで食らえ。決まった。この調子で行こう。
俺の技、今の樹なら使いこなせる。ついてる。その技で行きましょう。ちぎれろ。やった。私から行くね。いいわね。うわ、足を引っ張らないようにしないと。決めてみせるわ。自信を持て。お前なら勝てる。ああ。あそこか。こんなところで死にたくない。イカズチよ。シーダがいてくれるから。この日を逃すな。私の槍さばき、うんうん、始めよう。これでとどめ。自信を持て。お前なら勝てる。クロム直伝。やった。い
痛いのは嫌だけど。はぁーうん、クロムの言う通りにすれば。はっ、よし、俺だってまだまだ高みを目指せるはずだ。俺の技、今のイツキなら使いこなせる。化け物たちが落とすこれって何だろう。それはパフォーマだ。おそらく人間たちから奪ったものだろう。パフォーマ、あなたたち人間のみが持つ内なる力、そして私たちのような存在の糧となるものよ。オーディションの司会者はこのパフォーマーを狙って人をさらっていたのか。でもこれキラキラしてて綺麗だね。翼の中からもパフォーマーの輝きを感じるわ。人間の持つ力か。ないけど。槍の刃よ。いいね、早く倒さなきゃ。くらえ。俺は負ける。シーダがいてくれるから。手加減なんかしないから。クロム、俺がお前を守る。よし、おっと、うわ、怖くない怖くない。えい、いいわね。クロムの言う通りにすれば。この日を逃すな。やれやれ。翼、落ち着いて。はぁ、倒さなきゃ。やった、お疲れ、みんな。俺の技、今のイツキなら使いこなせる。回避できたか。俺を構えろ、イツキ。今は生き残ることだけを。一か八かで、一か八かで。難しいかも。
クロムの言う通りにすれば。追いつかれた。ごめん、みんな。みんな、あとは。東京ミラージュセッションズ、シャープ FE。いつき。俺を構えろ、いつき。せい。畳みかけよう。こんな時は決めてみせるわ。こんなところで死にたくない。こいつらは何なんだ。やった。やった。翼、落ち着いて。落ち決めてみせるわ。敵の動きをよく見るんだ。これだな。お疲れ、みんな。クロム。これが。この力、受け取って、翼。いいかしら。気をつけろ。敵だ。一気に決めろ。やるのか、俺に。準備 OK だよ。一か八かで落ちろ。怖いけど頑張る。失敗しないといいな。ぜい、あれ苦手なんだよ。逃がしてはくれないよな。しないと。やっ、いいわね。自信を持て、お前なら勝てる。ああ難しい。やれやれ。俺の技、今の樹なら使いこなせる。この力、受け取って、翼。いいかしら。
不意打ちに気をつけろ。てら焦るな、落ち着け。その技で行きましょう。走れ内向、この日を逃すぞ。セッション行きます。大成功。シーダがいてくれるから。手加減ないいわね。うわ、まだ敵がいるのか。その技で行きましょう。走れ内向。ここか。私から行くね。これで。やっぱり怖いかも。顔だ。あれ苦手なんだ。クロム、俺がお前を守る。これでやった。足を引っ張らないようにしないと。あ、いいわね。頑張った成果が出ると嬉しいよね。ないけど。クロムみたいに。やった。ぐっ、まだ敵がいるのか。はっ、ここか。翼、落ち着いて。落ち着いてって言う。はぁ、いいわね。俺の技、今のイツキなら使いこなせる。うん。敵だ。一気に決めろ。今は生き残ることだけを。この日を逃すぞ。シーダがいてくれるから。やった。シーダに教わったらいいわね。まずは俺からね、とどめ。自信を持て。お前なら勝てる。ああ。パリの刃よ。やっぱり怖いかも。倒してしまう。決めてみせ。やった、倒せた。わ、逃がしてはくれないよな。くらえ、ここか。怖くない、怖くない。決めてみせるよ。うわ、早く倒さなきゃ。これでやった。お疲れ、みんな。この力受け取って、翼。いいかしら。こんなところで死にたくない。くらえ、よし。
シーダがいてくれるから。それで弱点を攻めろ。私のやりさばき、いいわね。ついてきて、この一撃で。くっ、まだ倒れないのか。バッチリ合わせるからね。クローム直伝、この日を逃すな。私から行くね。私たちの勝ちだね。俺たちは負けない。俺の技、今のイツキなら使いこなせる。うん。俺を構えろ、イツキ。難しいかも。キル。こんな時は失敗しないといいな。貫くよ。どうしよう。俺は負ける。翼、落ち着いて。落ち着いてって言われても。あ、やれやれ。うわ、逃がしてはくれないよな。そこか。うん、やっぱり怖いかも。ぜい、やった、倒せた。敵の動きをよく見るんだ。分かった、せい。よし、大成功。みんなありがとう。これはミラージュの気配。やっ、焦るな、落ち着け。でもいいぞ。それで弱点を攻めろ。私のやりさばき、うんうん、俺から行く。この一撃で。まだ敵がいるのか。これで。怖くない、怖くない。手加減なんてしないから。逃がしてはくれないよな。クロムみたいに。ここは一体何なの。早く倒さなきゃ。はよし、倒したぞ。俺たちは負けない。この力受け取って、翼。いいかしら。
ではミラージュの気配セイ。みんなチャンスだ。やれるのか俺に。その技でいきましょう。クロムみたいに。よし、みんなついてきて。大成功。こんな時はいつでもいいぞ。私のやりさばき、あれ始めよう。この一撃で早く倒さなきゃ。この間合いならうわっ。怖くない、怖くない。手加減なんてしないから。まだ敵がいるのか。準備 OK だよ。イカズチよ、この日を逃すな。私から行くね。いいわね。みんな大丈夫か。準備 OK だよ。イカズチよ、これだな。セッション行きます。決まった。こんな時はぜい。どうしよう。せい。翼、落ち着いて。落ち着いてって言わ。はーい。やった。一体こいつらは何なんだ。準備 OK だよ。この間合いならここか。みんなついてきて。これで終わり。俺だってまだまだ高みを目指せるはずだ。敵だ、不意打ちに気をつけろ。ひとまずは安全か。不意打ちに気をつけろ。そこで止まれ、翼！あっ！オーディションの司会者！取り組まれやがって。俺から逃げられると思うな。で、そっちの男、貴様は誰のマスターだ。随分と強いパフォーマーを感じるが、いつ
今までの敵と違う。気をつけろ、イツキ。クーン。見つけた。シーラだけでなく、クロムの器も見つけた。無事か、イツキ。え、その声。待たせたな、ヒーロー参上だぜ。マスターになってるのかよ。どうやらそのようだな。ミラージが増えた。全員俺と共に来てもらうぞ。そう簡単に行くかよ。逆にあんたがそのミラージを追い出してやるぜ。絶対に負けられない。やったね。さあクライマックスだぜ。やってみねえとわからねえな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 。すべて焼き尽くす。この戦い絶対負けられないよ。よっしゃ、これなら。よし、うひ、まだ倒れねえの。浮かせ。クロムの言う通りにすれば。準備 OK だよ。とどろけ。この日を逃すな。痛いのは嫌だけど。失敗しないといいな。失敗しないといいな。シーダに教わったら。これから行く。やった。うひ、まだ倒れねえの。いいね。準備 OK だよ。くらえ。始めよう。行ってくれ。任せて。一体こいつらは何なんだ。一か八かで。ええよ。とどろけ。やった。私から行くね。これで。足を引っ張らないようにしないと。よし、逃がさないんだから。まずは俺。よし、ビビってなんてねえぞ。準備 OK だよ。くらえ。聞いたぜ。まずは俺。今だ。任せて。決まった。クロム、俺がお前を守る。
難しいかも。出してはくれないよな。難しいかも。クロム直伝だ。勝てるか。それよ。修羅抜け。いいとぜ。まずは俺がよろしく。そうね。決まった。お待ちかねだ。ハッ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 ハいけるいける。やった。いけるいける。任せて。よし、まだいける。逃がしてはくれないよな。その技でいきましょう。とどろけ。これだな。みんな、ついてきて。これで。まだ倒れねえの？その技でいきましょう。ついてきて。任せた。そう、決まった。怖くない、怖くない。やった。落ち着いて、集中して。オッケー。おい、いいとこ見せないと。いいね。俺から行く。今だ。私だって決まった。敵の動きをよく見るんだ。分かった。難しいかも。しびれろ。よし、倒したぞ。貴様らのパフォーマーをあの方に捧げるつもりだったのに。みんなのおかげだ。俺のとっておきだ。受け取れ、トーマ。いいか。悪のミラージュ、打ち取ったりってな。勢いに乗ったいい戦いぶりだったぞ、トーマ。だが、まだ動きに無駄が多いな。なあ、はいはい、分かってる分かってる。けどな、物事にはケレンミってもんが必要なんだよ。というか、死んでねえだろうな、この人は。なあ、カイン、確かこれで元に戻るって言ってたよ。そのはずだ。しかし、ミラージュに憑依された人間とは、ああも変わってしまうのか。
おっと、紹介しておくぜ。こいつはカイン、俺の相棒だ。で、カイン、こっちはイツキと翼ちゃんな。青いイツキに織部翼だな。君たちの名前はトーマからよく聞いている。面白い友人だと。面白い。イツキ、お前がイドラスフィアに入ったって分かった時はゾッとしたぜ。イドラスフィア？今いるこの世界のことだ。マジで心配したんだからな。ごめん、悪いとは思ったんだけど、あの時は翼を助けることだけで頭がいっぱいだったんだ。んなことは分かってる。俺はイツキならそうすると思ったから釘を刺したんだ。お前はこういう時平然と無茶するからな。でも今回はさすがに頑張りすぎだぜ。それよりトーマ、どうして黙ってたんだ。こんな危ないことに関わってたなんて。ヒーローは正体を隠すものだ。特に親しい友人にはな。トーマ、正直なところ、イツキに余計な心配をさせたくなかったんだ。だから黙ってた。すまなかった、イツキ。いや、謝ることじゃないよ。トーマの気持ちもわかるし。サンキュー、イツキ。っていうか、お前もミラージュマスターになっちまったんだな。ミラージュマスターって？カインたちのことをミラージュって言って、ミラージュと共に戦う人間をミラージュマスターって言うらしい。ほど。お前落ち着きすぎだろ。なんでそんないつも通りなんだよ。そうかな。強いな、イツキは。それじゃ、ここで話してても仕方ねえし、さっさとイドラスフィアを出ようぜ。これで大玉に戻れるな。パフォーマー、パフォーマーをよこせ。たくさん出た。ちっ、さすがにこの数は厳しいな。逃げよう。この数相手じゃとても勝てない。けど囲まれてて逃げられそうにないぜ。その場を動くな。え？キリアさん？翼、普通頭はドキドキしないと思うよ。あった、しまった。イツキ君、私色紙持ってない。これじゃサインしてもらえないよ。あの少年は。
ちゃった。サイン欲しかったな。サインから離れて、とにかく今はここを出た方がいいかな。やっと戻ってこれたな。とりあえず二人ともお疲れさん。なんかいろいろあったけど、ほんと戻ってこれてよかった。まったくだよ。ああ疲れた。終わったようね、トーマくん。ええ、最後はキリアさんに助けられましたけど。この二人は？青い月とオリベ翼、俺の友人っす。あ、はい、オリベ翼です。青い月です。マイコさん、この二人今回の件でマスターとして覚醒したみたいっすよ。マスターとして因果なものね。あなたは？私は島崎舞子。今回大玉で起こったような事件を調査している者たちの、そうね、リーダーってとこかしら。調査？ええ、ミラージュによる事件は公にはなっていないけれど、たびたび起こっているわ。こけら落とし消失事件、あの事件のこと、もちろんあなたは知っているでしょ。何人もの観客や俳優が一瞬のうちに消え去ってしまった事件ですよね。あの事件もミラージュの仕業よ。私たちもまだ彼らの正体をつかめていないわ。ただイドラスフィアと呼ばれる空間に潜み、人間たちに害をなす存在ということは確かよ。彼らは物理法則から外れた存在、兵器などの手段で駆逐することはできないわ。ミラージュを倒せるのはミラージュの力だけ。さっき俺たちに協力してくれたクロムとシーダみたいな。察しがいいわね。そう、一部のミラージュは特殊な才能を持つ人間に感応し力を貸してくれる。協力者となったミラージュの力で人類の天敵に対抗しているもの、それがミラージュマスターよ。私たちはミラージュの起こす事件を収めるため、常にマスターの力を必要としている。けどマスターの素質を持つ者はあまりにも少ないの。翼？私に協力させてください。え？うまくできるかわからないですけど、もし私にその素質があるなら協力させてください。なるほどね。あなた織部彩葉の妹でしょ？なんでそれを？私たちはあなたのことを5年前から知っている。もっともこんな形で翼ちゃんに関わることになるとは思ってもみなかったけど、5年前のこけら落とし消失事件で織部彩葉は公演を見に来ていた翼ちゃんの目の前で消えてしまった。はい。ミラージュマスターとして活動すれば手がかりがつかめるかもしれない、そう考えたわけね。私ずっとお姉ちゃんのこと探してて、オーディションを受けたのも芸能界に入れば何かがわかるかもって思って、もしお姉ちゃんの手がかりが見つけられるなら
私、ミラージュマスターになります。なりたいです。わかったわ。翼ちゃん、これからよろしくね。ありがとうございます。いつきくんはどうかしら？わかりました。俺にできることがあるなら協力します。いつきくん。いつきならそう言うと思ってたぜ。ありがとう、いつきくん。素直な子は好きよ。これからよろしくお願いします、島崎さん。のんのん、舞子よ、いつきくん。私、名前で呼ばれる方がフレンドリーで好きなの。はい、もう一回。はあ、よろしくお願いします、舞子さん。いつきくん、本当にいいの？翼だけに危険なことをやらせるわけにはいかないからな。ありがとう。いつきくんが一緒にいてくれるだけで、私、頑張れるよ。おい、俺もいるんですけど、もしかしてお邪魔だった？そんなことないよ。トーマくんも頼りにしてるよ。仲いいわね、あなたたち。マイコさんもあと10歳若ければ混ざれたんすけどね。トーマくん、後でマイコさんとじっくりお話ししましょうか、あなたの未来について。全力で遠慮します。さて、トーマくん、いつきくんと翼ちゃんを私たちのアジトに案内してあげて。アジト？そんなものがあるんですか？秘密組織にアジトはつきものでしょ。いやいや、迷子さん、アジトってあれは。それじゃあ私はちょっと寄っていくところがあるから、また後でね。仕方ねえな。それじゃ案内するよ、アジトにな。